はい、皆さんおはにばして、はい、ということで今回は D モの方やっていきたいと思います。はい、でまあこちらなんか荒紙に続いてリクエストのいただいていたこのパロディアソナティアバージョン2、今回こちらやっていこうかなと思います。はい、なんかクソむずいらしいじゃんこれそんなむずいのみたいな、なんか荒紙よりも難しいみたいな感じで聞いてたんで、いやあれ十分やばいからね、うん、あれよりもむずいって何みたいな思ったんですけども、まあとりあえずやっていこうかなと、まあ、プレビューの時点で、まあ、だいぶ頭おかしいまあやばい譜面降ってくんだろうなっていうその曲調ではあるよね、うん、エクストラ L L? あれもさ、L っておかしくない？何 L って何？あの L シリーズ、あのロストとかの L シリーズの一環ってことこれはなるほど、そういうことなるほどね、潰しに来る気満々ってことねオッケー、いいだろう、そっちがその気ならね、俺もね堂々と潰しに行くよ。はい、まあね、まあ曲調自体絶対神だから、うん、この時計が映ってるジャケットってのはもう神曲っていうジンクスがあるから、まあまあ曲を期待しつつやっていこうかなと、ということでじゃあちょっと早速やっていこう何が降んの、荒紙より難しいって何が降ってくんの本当におちょっと待って、つかまずタイトル長いよな、横丁収まってなくねこれ珍しいぞこれ。おお、なるほど、なんか最初のなんかシュッっていうこのなんか音ね、なんかここで時点でなんかもうアイスシュが半端じゃないよもう。おお、長いね、黄色長いね、ちょっとピアノ、16部じゃないのこれ、な何部だよこれ、何部の鳥でを 何時間やらせてくんだよちょっとなるほど、ピアノを弾いてる気分にさせてくれるわけね、オッケーオッケーオッケー、よしいいぞ、潰しに行くわ、ちょっと現代のショパンの再臨だよこれ、ショパンが再臨する、ちょっと今この場でさあ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 俺のこの美しい 手さばきでね、余裕シャキシャキでね譜面をさばいてみせよう、ちょっとボロボロ見せてんけどねボロボロ見せてんけど、まあちょっとそこは気にしない、まあショパンもちょっとねいつだって上手かったわけじゃない、ショパンとて人間だからね、ちょっとおお、なるほど、この3つの階段が来るのね、あーこれはやばいやつだ、これやべえやつだ、密度高すぎじゃね、ちょっとなんか確かにこの荒紙とは完全に別系統の難しさではあるね、ほんとに、うん、ただ待ってこのさ本指使わせないのにこの難しさはね、なかなかすごい、いや、えぐい、えぐいぞ、ドゥルルン、ドゥルルン、えぐい、ちょ、この配置はダメだろ、何してくれとんねん、ちょっとちょ、ちょっと、ゲロむずいんだけど、これ疲れて、これ、腕疲れてくんだけど、ちょっとね、D モで腕疲れるってちょっとなかなかないぞ、本当に、初見だから困るだろうけど、あいやちょっと待って、このストリングスの旋律はめちゃくちゃ美しいけど譜面は罪深いぞこれ、あちょっと待って腕が痛くなってきた、腕が死にそう、腕が死にそうなんだけど、ヨロヨロになってきた、ちょっと助けて、ちょっと誰か、いやおかしいおかしい、ちょっと助けを求めてなかなかないんだけど、あダメだこれ腕いってマジか、あ L ね、 L これはなんだ、これ何の L なんだろうね、これこれはちょっと頭おかしいぞ、いやちょ過去最低記録叩き出したわ、あ過去最低は荒紙か、あ、まあ、荒紙よりはマシか、うん、荒紙よりはマシだった、うん、階段がないからまあまあまあ、いやまあちょっとでも、ちょっともうちょい詰めてみます、はい、ということで、まあ、一応 83% までは出ましたが、いやダメねこれ、まあ、難易度的には荒紙 EX とどっこいぐらいかなと思うんですけども、いやまあさすがにちょっとレベル L をちょっとね関するだけのことはあるね、やっぱり俺ではちょっと到底ついていけない、もうインフルの波にね完全に置いてかれた、うん、まあもう素直にね、まあ地道にフルコンを目指していきます、はい、オールチャーミング、あちょっと知らんなそれは、
はい、ということで、まあまあまあ、まあ、クリアしたからよしとしましょう。はい、まあ、伝説のピアニストの復活どこの話じゃなかったわ、もうあれもうショパンの書の字もねえわ、うん、はい、ということで、まあ曲が神なんだ、よかったです。はい、ということで、まあ次は一応リユニオンっていうなんか森安さんの曲がなんかやばいみたいな感じで聞いたんで、まあ、それやっていこうかなと思います。はい、いや、まあ、まあ無理だと思うよ多分、うん、ちょあらかじめ言っとくわ、死ぬよ多分まあ次はね、まあ、ベートーベンの復活ということでね、あ、目の見えるベートーベン、なんか音楽家作曲家ちょっとあんま知らないんでちょっとあれなんですけども、はい、ということでまたちょっと伝説のピアニストの復活ということでね、まあちょっとお楽しみにしてください。はい、今回これで終わります。ご視聴ありがとうございました。